おはようございます。チルチルです。昨日ある意味すごい会見がありました。東京五輪組織委員会の森会長が4日緊急記者会見を開き、女性蔑視とも取られる発言をしたことについて謝罪を行いました。私もたまたま会見を生で見ていましたが、ひどかったですね。ツイッターではその後関連ワードがトレンドの上位4位を独占し、ネット上では謝罪の誠意が見られなかったと指摘する声が上がっていました。森会長は発言について、オリンピック・パラリンピックの精神に反する発言であったとし、深く反省しておりますと弁明を行いました。発言についても撤回をしたい、不快な思いをされた皆様にはお詫びを申し上げたいと謝罪を行いました。ツイッターでは、相手が女の人だと高圧的、謝罪会見だと言うけど謝る気はない、ものすごいものを見た、謝罪会見としては0点以下、政治の高齢化って深刻だなぁと思う、終盤普通に逆ギレしている、などと謝罪会見としては誠意が見られなかったと残念がる声が拡散していました。海外からの反響も大きく批判されていますが、皆様は一体どのように感じましたか？さて、本日もいつものごとく洗車を行っていきますが、今日は新たな車を借りてきました。私のチャンネルでは初登場の単色車、つまり白のボディの車です。今日はこの白のタントを使いながら、シリコン洗車におけるボディ色による落とし穴について実際に実演しながら話を行っていきます。今日のテーマはシリコン洗車のボディ色による落とし穴です。本日もよろしくお願いいたします。で、今日使っていくこの白タントですが、年式は平成25年式となっていますので、8年落ちのタントとなっております。私のチャンネルでは今まで愛車ミニやソリオは黒のボディでしたので、単色車でのシリコン洗車についてはあまり触れてきませんでした。まあ実際に単色車がない状態で口だけで言うだけではなかなか説得力がないと思いますので、今まではあえて避けてきましたが、ようやく白ボディの車を借りることができてきましたので、栄えある一発目の動画では今日のテーマであるボディ色による落とし穴について話していこうと思っています。で、現在とりあえず車全体の状態を確認していますが、この辺りに白ボディの特徴である黒筋がついていますね。この黒筋汚れは単色車の一番の特徴となっていますね。現在単色車の特徴であるこの黒筋汚れをマクロレンズ映像で見ていますが、こんな感じですね。ノーコン車ですとこんな感じの汚れはなかなか出ないですが、単色車ですと結構この黒筋汚れが厄介なものとなってきます。とりあえずそこそこ汚れている状態ですので、まずはちゃちゃっと徹底洗車を行っていきたいところではありますが、ある程度綺麗にしてからシリコン洗車をやっていくと参考にならないかなと思いますので、軽くシャンプー洗車をしてから下地処理は一切せずにいきなりシリコン塗布を行って、ボディ色によるシリコンの落とし穴について見ていこうかなと思っています。で、軽くフォーム洗車をしていきます。この白の担当オーナーは月1程度で軽く洗車している状況みたいですが、今のところ見る限り撥水状況が、撥水コーティングが効いているという状況ではないですね。全く手入れされていないという状況ではありませんが、お世辞にも綺麗な状況とは言えない状況です。単色車と言いますと、一般的には単色の方が傷に汚れが詰まりやすくなって黒っぽく見えてしまうというケースはあるものの、洗車傷や擦り傷はむしろノーコン車の方が目立ちやすいという特徴があります。実際新車に試乗した時、屋内保管でまだ数百キロしか走っていない状況にもかかわらず、撮影しようとしますと細かな洗車傷がギラギラするのはノーコンのボディカラーの方ですね。で、とりあえずちゃちゃっとホーム洗車できましたので、現在確認しています。こんな感じですね。やっぱり白ボディですとほとんど洗車傷っていうのが目立たない状況ですね。現在観察中ではありますが、やっぱり洗車傷や汚れはあんまり目立たない状況になっていますね。ですのでちょっと強めの LED ライト当ててみましたが、 LED ライト当ててもやっぱりあまり確認できづらい環境となっております。こんな感じです。
洗車という切り口でボディ色について考えていきますと、濃紺車より単色車の方が汚れが目立ちにくいという特徴もありますし、洗車傷も目立ちにくいという特徴があって、手入れがしやすいという意味では単色車であると言えます。まあこの映像を見ていただくだけでわかりますよね、そのことは。で、次はちょうど太陽光が照っていましたので、太陽光に直接当てて見ていますが、こんな感じとなっております。単色白いボディカラーは確かにホコリ汚れは目立ちにくく、ウォータースポット系のシミも目立ちにくいという特徴はありますが、単色ボディカラーには水垢という大敵がいます。その大敵である水垢はクロスジ汚れを冒頭で確認しましたね。ドアミラーやドアアウターハンドルの内部の汚れが雨水とともに流れ落ち、そこに紫外線が当たることで黒っぽい洗浄のシミ、水垢が付着していきます。放置しておくと頑固なシミになってしまいますね。で、ここからは今日のテーマであるシリコン洗車におけるボディ色による落とし穴に入っていきますので、実際にシリコン塗布を行っていきます。マスキングを中央に貼って、右に KF96 シリコンを実際に塗布していって、左にムラになりやすいと言われているクレのシリコンスプレーを塗布していって、実際に観察していきます。現在右側に KF96 シリコン原液を塗布している状況ですね。こんな感じとなっております。まあこの状態でもわかると思いますが、ほとんどムラが発生しませんよね。普通濃紺車である方ならシリコンを塗布すれば多かれ少なかれシリコンのムラが発生するものですが、単色車では全く違う結果になるというところを見ていきます。で、とりあえずマスキングの右の方、こちらですね、こちらに KF96 シリコンが塗布できました。塗布直後の映像を見ています。こんな感じですね。全くムラが発生しておりません。まあ本当に塗っているのかどうなのかっていうところもわからない状況ですよね。ボディの上に KF96 シリコンが乗っておりますが、乗っているのか乗っていないのかすらわからない状況となっております。こんな感じとなっておりますね。単色車、特に今回の白ボディで言いますと手入れがしやすいという特徴が当然ありますが、あるので白ボディを選択されているって方も非常に多いことだと思いますが、目立ちにくいというだけであって傷がついていない、汚れていないということではないので、その点が落とし穴になりがちですね。そのことは塗装面を見てもよくわかります。塗装は経年劣化で少しずつ退色していきますが、白のボディカラーではそのことにも気づきにくくなります。オーナーは白いままだと思いがちですが、新車の白と比べますと一目瞭然です。黄色っぽくなっていたりすることはよくあります。そのことにも結構気づかないということはよくありますね。同色のタッチペンなどを使いますと、使った時に全く色が合わないということに初めて気づくものです。で、現在シリコン塗布直後の様子を見せ口側の左と比べながら見ていますが、違いが確認できないということはよくわかると思います。実際にはシリコン塗布直後ですので、べったりシリコンがついている状況ではありますが、そのことは映像を見る限り全く確認できませんよね。このことがシリコン洗車におけるボディ色の落とし穴につながってきます。で、全く白ボディですとシリコン塗布直後の状態であってもシリコンのムラムラ感が確認できませんでしたので、次はマクロレンズ映像で見ていますが、マクロレンズ映像でも全く確認ができません。塗布直後の映像をマクロレンズ映像で見ていますが、こちらは全く何もしていない方ですが、違いが全くわかりませんよね。こちら塗布直後の映像です。もう全く違いがありません。おそらく濃紺車でシリコン洗車をされている方なら、この映像は結構衝撃的な映像に見えるのではないでしょうか。私自身も白の車の洗車は初めて行いましたので、想像以上にびっくりしております。単色車は手入れがしやすく目立ちにくいということはよく知っていましたが、これほどとは思っていませんでした。白のボディに固形ワックスなどを乗せてもこんな感じになるんですかね。白のボディの車を持っている方でワックスをされている方がいたら一度コメントください。
ムラが全く発生しないならこのままシリコン放置でも良さそうに思えてきますが、この点が濃厚者と単色者のシリコン洗車における大きな違いとなってきます。この点をまずしっかり覚えておいてください。で、次はムラになりやすいと言われているクレのシリコンスプレーでマスキング左の方をシリコン塗布を行っていきます。現在使っているクレのシリコンスプレーは DF96 シリコンと比べても粘度が高く伸びにくくムラになりやすいとされております。濃紺車や黒のボディにおいてはこのクレのシリコンスプレーをシリコン初期段階で使いますと結構ムラムラ状態になることが多いですが、単色車では一体どうなるのかというところですね。で、こちらマスキング左のクレのシリコンスプレーを塗布した直後の映像を現在見ていますが、こんな感じですね。やっぱりこちらも全く乗っているのか乗っていないのかってことすらわからない状況ですね。現在ライトを当てて見ていますが、全くムラが発生しておりません。まあ全くムラが発生しないしていないということではなくって、ムラが確認できないということですね。冒頭から見ているとわかりますが、この白担当はシリコン洗車1回目です。シリコン洗車はある程度ムラが出なくなってきたら、ある程度シリコン被膜が形成でき、シリコン安定に近づいてきている状態になっているとされていますが、この通りシリコン洗車1回目でもシリコンのムラが一切発生していませんので、これで安定した、なんだシリコン洗車ってただ塗ればいいだけで簡単と勘違いしてしまう方が出てきます。この点が落とし穴につながってきますね。まあ今日のこの検証を見てもその勘違いをしてしまうっていうことはよくわかりますよね。で、とりあえず左右ともにシリコン塗布ができましたので、軽く塗布直後の発生状況を見ています。こんな感じとなっておりますね。水洗車をこれから行っていきます。もうすでに結果は見えていると思いますが、シリコンのムラが発生するのかどうかっていうところですね。今までの動画のコメントでシリコンベタ付けは意味がないっていう方もたまにいてますが、実際に今日の検証を行ってみることでどうしてそのような意見が出てくるのかがやっと分かってきました。そらそうですよね。シリコンを塗るだけでもこのような状況ですので、水洗車をしてもシリコンのムラは一切発生しないっていうことはこの段階でも想像はできるところですね。1回目でもシリコンのムラが一切発生しない状況ですので、シリコンベタ付けを行ってシリコンのムラを解消するためのベタ付け作業は必要ないですよね。そもそもシリコンベタ付けはボディ表面に固着した頑固汚れにシリコンを浸透させて、その汚れを除去していくことが最初の目的でもありますが、単色車ですとそもそもその汚れが確認できませんので、結果的にシリコンベタ付けは不要だという意見が出てくることについてもようやく理解ができてきました。おそらくそういった意見、シリコンベタ付けは必要ないという方の意見は単色車であることが想像できますよね。まあ今回白のボディを借りてきて今回の検証ができたことは私にとってとても貴重な体験ができたと感じているところでもあります。で、現在左クレのシリコンスプレーの方を水洗車を行っていますが、結果はもうすでにわかりますよね。普通濃紺車ですとよっぽど下地処理を行ってからシリコンを塗布しない限り、一発目のシリコン洗車ではムラムラ状態になって、本当にこれで大丈夫かっていう状態になるものですが、単色車ではそんなことは一切ないってことが今回の検証でよくわかりました。で、こちらもシリコンスプレーの方も水洗車ができましたので一度確認していきます。まあ確認していきますが、結果はもうもちろんわかっていますね。やっぱりシリコンのムラは一切発生していないっていうことがこの映像でよくわかることと思います。単色車では1回目から一切シリコンのムラが発生しませんので、そう聞くと単色車こそシリコン洗車が良いのではないかと思いがちですが、それは逆です。その点が落とし穴ですね。シリコンが安定した状態とは一体何ぞやっていうことには厳密にはゴールは存在しません。唯一私がシリコン安定のゴールと思っていることは、数年後も愛車をきれいに保てていることと思っています。それぐらいしかはっきり言って指標となるものが存在しません。
結局のところ高価なガラスコーティングでも目に見えるものは一切ありませんし、数ヶ月後にガラスコーティングを施工して良かったのかどうなのかがわかるものです。もちろん高価なガラスコーティングにはもちろん保証書がついているものも存在しますし、施工確認書がついているものも存在しますが、結果は数ヶ月後もしくは数年後にわかるものです。シリコン安定もこれと同じようなところがあり、数年後にシリコン安定がしていたからこそ、数年経っても愛車がきれいに保てているんだと分かってくるものです。まあそのおかげで私のミニは6年目青座駐車の環境下でもきれいに保てている状態ですね。シリコン安定の成果は数年後に分かるものです。最近アップしている解体屋シリーズを見てもわかりますが、シリコン洗車を数回、まあ5回ほどすればそこそこ撥水もしてきます。撥水さえすればシリコン安定というわけでもないので、その点も十分に注意してくださいね。だったら何を指標にすればよいのかということになってくると思いますが、まさにそこです。ノーコン車ですと第一段階シリコン初期段階ではベタ付けを繰り返しシリコンのムラが出ないようにすることという最初の目標がありますが、その目標に近づけるために日々継続すれば良いだけのことですが、今日の検証でも分かる通り単色車ですと最初の目標が分からないので、一体どうすれば良いのかということに陥ります。最初の目標がないってことはシリコン洗車継続のモチベーションにもつながりませんので、途中で断念するケースも増えてくることと思います。シリコン洗車の唯一の成功方法はただシリコン洗車を継続することしかないと思っています。単色車ですとシリコンのムラという壁が発生しませんし、悩むことも一切ありませんので容易にシリコン洗車を始めることができますが、逆に成果も感じにくくなりますね。今日のように白ボディにシリコン洗車をしても驚異のツヤ感が出てくるっていうものでもありませんし、継続することで以前と比べ格段に軽になったっていう成果も感じにくくなると思います。ただ単色車であってもシリコン洗車を継続することで必ずシリコン安定とはなりますので、数年後に色褪せが少ない状態になったり汚れにくくなるっていうボディになってきますので、体感はできてくると思います。単色車の場合のシリコン安定の方法は継続することと、ムラが発生しなくとも週1、3ヶ月の基本はしっかり抑え、シリコン洗車を継続することですね。この2点をしっかり抑えることで単色車でもシリコン洗車を楽しむことができ、数年後にシリコン洗車を行って良かったという結果になってくると思っています。シリコン洗車の魅力は簡単に鏡面仕上げになるというものもありますが、単色車ではもともと鏡面仕上げになるというものではありませんので、単色車の場合はシリコン洗車の特徴を知っておかないと継続することは難しくなってくるのではないかなと思っています。シリコン洗車は数回のシリコン洗車でシリコンが安定することは全くありませんので、その点は知っておいてください。とにかく単色車でのシリコン洗車は逆に難しくなってくると思いますので、その打開方法としてはシリコンのムラにフォーカス一切せず、週1、3ヶ月のシリコン洗車をしっかり行うことでシリコン安定へとつながってくると考えているところです。こんな感じで私の動画ではシリコン洗車関係の動画を主にアップしています。今日の動画が役に立ったもしくはためになったという方はグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。